はい、ということで、2023年最初の配信になります。新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今回もですね、YouTube と Podcast 同時収録をしております。まあ、今年もこの体制でなんとかいけるかなという感じでやってきますので、よろしくお願いします。今年の配信はこれからということになりますので、まあ、大体、去年も年49回配信できましたんで、まあ、ほぼ1週間毎週ね週末に配信ということで休まずもう配信できたかなということで、まあ、今年もできるだけね、まあ、仕事だとか生活だとかっていうのはありますんで、まあ、そこはちょっと無理のないところでね、今年もマイクロソフトの製品とか技術とかあとデジタルガジェットとかについてもですねお話をしていきたいと思ってますんでよろしくお願いします。さて今回お話をさせていただくのはですね、まあ、例年だと今年のマイクロソフトはどうなんでしょうとか今年欲しいものとかね、そんな感じでやるんですけども、大体予測はねもうつかない状態っていうことになってて、まあ、Windows と、まあ、Surface とかのデバイスについてですねこの番組で話していこうと思ってるんですが、まあ、大体予測がついてないっていうかね、まあ、今まで結構、ね、今までかもう何年か前までは割と今年はこれが出そうですか、これが出そうですねとかね、まあ前の年から発表があったんでこれが製品化されますかねとかね、いよいよ Windows の新しいバージョンが出ますかっていう話をしてたんですけど、まあ、大体見通しがつくのは、Windows 11は、多分4月にはアップデートはなくて、23H2 というね、おそらく Windows 11 2023アップデートっていう名前のやつが出るだろうというとこと、あとその中身っていうのは今インサイダープレビューでね、どんどん改善とか更新されていくものが取り入れていくのかなと思っています。まあ、ちょっとね、インサイダープレビューの話がなかなかしてなかったんで、まあ、今後もね、ちょっとしていこうかなと思ってますけど。あとは、Surface が、まあ、おそらく順当で言えば、今年のまた秋口に Surface Pro 10、もしくは Surface Laptop 6とかね、いうのが、まあ、大体この前インテルが発表した第13世代コアプロセッサーに乗っけてですね、出てくるんじゃないかなと。でもそのぐらいかなっていうところなんですね。まあそんなところで、今回お話しするっていうのがちょうどね年末にもブログで書いたのと、ちょっと年末にブログの書いてさらに年明けにこのセス2023でアップデートがあったというところで、ちょっとタイミングがいいかなというところで、この話をさせていただきます。Windows 11と NPU で広がる Windows の AI というタイトルでね、ちょっとお話をさせていただきます。なんかいかにもそれっぽい感じのタイトルなんですけど。まあ、これどういうお話かというとですね、Windows 11とニューラルプロセッシングと NPU ですね、ここのつながりでハードウェアと OS の進化が同時にあるっていう、ちょっと珍しいタイミングじゃないかなっていうところでね、お話を。ちょっとお話というかね、こういったところでね、注目して見ていました。まず、何が変わったかっていうと、もうすでに Windows 11の2022アップデートで搭載されている Windows Studio FX っていう、これも前もね、お話、去年お話をしたんですけども、まあその機能が NPU という、その、ニューラルプロセッシングユニットっていうハードウェアによって実現できています。まあ、というところがあってですね。で、今現状がそれができているのは NPU を搭載している Windows マシンじゃなきゃできませんっていうところだったんですね。で、そこで、Surface Pro 9 for 5G、Surface Pro 9 with 5G、つまり Microsoft SQ3 という ARM プロセッサーを搭載したSurface Pro 9ならば実現できています。なぜならば、Microsoft SQ3 には NPU が内蔵しているからですということでね、お話をさせていただきました。で、インテルはこれどうなっていくん、例えば、じゃあ、ARM プロセッサーだけなのかなっていうところで言うと、じゃあ、インテルとか AMD のね、搭載したマシンでこれできないんですかっていうと、今のところできないんですよ。ただ、もうそこの下地っていうのはどんどん揃いつつあって。だから、その Windows とプロセッサーのハードウェアのこの融合っていうか、うまい具合でタイミングが勝ち合うっていうか、合わせるっていうところで、
まあ、去年から始まっていることなんですけども、今年2023年というのはそこらの動きがね、より鮮明に出てくるんじゃないかなと思っています。今回ね、 Windows Studio FX の話をするんですけども、いわゆるこれ AI と言われるものの処理のうちの一つなんですよね。で、マイクロソフトは今これ以上のことは言ってないんですけども、まあ、去年 のビルドの発表とかでその NPU を活用したものをどんどんやっていきますっていう話をね、してたんで、ここら辺でよりなんかこう Windows の AI の機能を使ったものっていうのが Windows Studio FX 以外にもいろいろ出てくるんじゃないかなっていうちょっと期待はしています。で、まずね、これブログにも書いてるんですけども、Windows 11の Studio FX ってどんなもんかっていうのを改めておさらいすると、カメラ機能と音声機能の、機能強化なんですね。で、例えばその Teams とか、これ Zoom でも WebEX でもいいんですけども、まあ、話しててこう背景をぼかす。今私のところはもう YouTube の方は背景出したままですけど、背景をぼかしたいっていうことで、人の顔だけ残してそれ以外の部分の背景をぼかしますっていう機能が、これがですね、ソフトウェア処理っていうか、まあ、ソフトウェアの処理なんですけども、標準でできます。で、あとはアイコンタクト、これはですね、まあ、マイクロソフトのね、今年の春ぐらいの発表だったんですけども、実際カメラで映している人の顔で、これ今 YouTube でご覧になっている方も私もそう思うんですけど、カメラ目線でずっと話してないですね。その後ろにあるモニターの自分の顔をつい見てしまうんで、カメラ目線で話すとか、あとテレビ会議とかでも資料見ながらとかね、あとなんか手元の資料で内職するわけじゃないですけど、資料用意しながらとかね、いうとこでカメラを見てっていう、その相手を見て喋ってるというふうには見えないんですよね。で、ほとんどの姿勢合ってないんですよ。もう中にはこう斜め横向いて喋ってるのをずっと映してるって人も中にはいるんですけども、その画像そのもの、つまり動いてる動画のカメラの映像そのものを補正してしまって、視線の絵を本当にカメラに向いてるように視線が合ってるようにですね、カメラ目線になるように画像を補正してしまうんですね。これがアイコンタクトという機能になります。で、あとは自動フレーミングっていうのは、例えば人の顔映ってて人がこう移動してしまうとですね、フレームから外れてしまうことがあるんですね。今これ YouTube の方はわざとフレームがあるし、それを自動的に追尾する。例えばこう、これ今手を動かしてます。YouTube の方はね。こういうふうに人が移動すると、それに合わせて画面が追ってくれると。ちょっとこれ元の位置戻すか。うん。ということを自動的にやってくれるんですね。まあ、これが自動フレーミングというもの。あと音声フォーカスっていうのがあって、これはですね、喋っている人その人だけの音声を取って出して、でそれ以外のですね、例えば後ろでその生活音だとかね、まあ、テレワークで後ろの声だ、子どもの声だとかね、まあ、犬の鳴き声だとかですね、拾っちゃったのを全部カットしてしまうと。で、確かこれバイオの方だったかな、隣で喋ってる人の声もカットするとかね、これはちょっとスタジオ FX に入ってたかな、バイオだったかな、それできんの、うん、というのが合ってるってことで、より音声をクリアにするっていう、まあ、特にその後ろの雑音とかね、よくね、テレビ会議、私もテレビ会議っていうか Teams で会議をやってて、相手の人がねテレワークでやってると、後ろで救急車の声がしてるとかね、子供の声がして、いや、すいません、ちょっと今子供がうるさくてとかね、そのことをよくやってるんですけど、まあ、そういうのも全部カットしてくれますよというものになります。で、このスタジオ FX と言ってるのは、じゃあ Teams だけで使えるんですかっていうと、そうじゃなくて、カメラの入力、音声の入力という、つまりそのハードウェアから拾ってきたものに対して、すべてのアプリケーションに対して同じ機能を提供しますっていう。だからカメラの映像としてアプリケーションに入っていくんですね。だから今言ったアイコンタクトだとか背景ぼかしとかね、まあ、自動フレーミングしても Teams だけじゃなくて Zoom でも WebEX でも、あとは普通にこう OBS でもいいですよ、あとは普通にカメラアプリで録画するとかね、それ言ってるのだけでも全部有効に効いてくるというものになります。あと音声フォーカスについても同様ですね。
マイクの入力をどのアプリケーションでも自分だけの声を出すっていうね、ところでカットしてくれて拾い上げてくれるというものになります。まあ、これがね、Windows Studio FX っていう機能で、実機を Surface Pro 9 with 5G で見た人の意見を聞くと、もう相当綺麗に映ると。で、当然ハードウェアでやってるから、早いんですね。早いっていうか、多分これハードウェアでやらないと処理できしきれないでしょうっていうものになります。で、現状この Windows Studio FX は NPU、ニューラルプロセッシングユニットを搭載したものじゃないと動きませんというところで、現状今は Windows マシンで動くのは Qualcomm の Snapdragon SQ3 もしくは、多分ですけど Snapdragon 8CX Gen 3とかね、そのレノボの多分 ThinkPad の S13 だっけだっけ、ちょっと型番ちょっとど忘れしちゃいましたけど、ARM プロセッサー版の ThinkPad ありますよね。まあそういったものじゃないと対応していないということになります。で、そもそもこの NPU って何でしょうっていうところからね、話をしたいんですけども、ニューラルプロセッシングユニットというね、略称は言ってるんですけども、ここで背景になるのはニューラルネットワークとニューラルコンピューティングとかね、そういったものになります。で、このニューラルコンピューティング何かっていうと、あまりこれ難しい話はしないんで、ちょっと軽い気持ちで聞いていただければと思うんですけども、まあ、人間の、ね、脳細胞を模したものっていうとこで、ニューロンっていうのがあるんですね。で、まあ、人間の脳細胞とのニューロンっていう神経細胞と、それとニューロンとニューロンを線でつながってるんですね。で、それを、まあ、シナプスっていうんですけど、大丈夫です。これ以上難しい話しないんで、安心して聞いてもらえたらと思うんですけど。で、そのニューロンとシナプスがこう線でつないで、いろんな情報をその次へ次へって脳細胞に受け渡していって、状況の判断をするとかね、そういうことをやっています。で、こういったところをじゃあコンピューターでやってしまおうと言ってるのがニューラルコンピューティング、あとニューラルネットワークとか言ってるものになります。で、よく出てくるのが、こう丸い絵が出て、で、その横に縦にいくつか丸が並んでて、その横にもですね、丸が並んでて、それがそれぞれこう線で結びつけられてて、それがどん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 線で結びつけられた丸があって、最後答えになるような、まあ、丸いマークが出てくるっていう絵はよく見てくると思うんですね。で、これ、まあ、YouTube の方はサンプルで、持ってきたものを出していますけども、まあ、そういったところで、条件判断を同時にしなきゃいけないっていう、たくさん入ってくる条件を同時にしなきゃいけないっていうことが必要なんですね。まあ、言いたいことはこれなんですよ。つまりたくさん入ってくる情報から同時に判断をして分岐させて、じゃあこれは何だっていう最終判断を出さなきゃいけない。例えばよく出てくる例が、犬と猫の画像を見せます。で、例えばその耳の特徴だとか尻尾の特徴を見ながら、これは犬です、猫ですって判断を下すんですね。で、それはその犬はこういう特徴です、猫はこういう特徴ですっていう、まあ、学習データっていうのがあって、それに基づいて判断するんですけども、今度これの判断するために、犬の画像、猫の画像、例えば 512×512 ピクセルの画像を入れます。すごい単純な話しますと、じゃあ512個のドットと512個のドットの情報をインプットするわけですよ。すると、単純に話をすると、26万2144個の情報をインプットするわけなんですね。で、この中からいろんな情報を判断して、最終的に犬ですか猫ですか、犬の確率 85% とかね、そんなところで出てくるんですけども、判断する。つまり、たくさんの情報を入れて、最終判断をさせてるんですね。で、この判断っていうのはどうしてるかっていうと、その神経細胞っていうところのニューロンっていうのに数字を持ってて、さらにシナプスっていうそれとそれをつなぐ線も数字を持ってるんですね。その神経細胞の値とシナプスの値をかけて足してかけて足してっていうことをどんどん重ね付けをしていって判断するとか、あとまあそれの判断をする専用のこう関数があるんですね。まあ、これディープラーニングとかそこらにちょっと教科書的なところを見るとですね、割と載ってるんですけども、まあ、そんなところをやって計算をさせてるんですよ。で、つまりそのたくさんの情報を同時に計算させなきゃいけないっていうことをやらなきゃいけない。ただ一方ポイントはですね、これ行列計算っていうことになるんですけども、今言ったように足し算と掛け算しかしないんです。
しかも整数ですよね。あの 0. いくつっていうのその不動小数点演算っていうのが小数点以下の計算ってする必要ないんですよ。だからあの難しい計算、その背景で難しいことを考えてるんだけども、計算自体はすごく単純なことをやってるんです。だから例えばその単精度の整数演算で16ビット演算とか8ビット演算とかですね、その程度の計算能力さえあればいいんですね。で、あの私ちょっとね、去年だったかにそのインテルの第10世代、あ、去年で一昨年かな、第10世代とか第11世代コープロセッサーに載っているグラフィックチップ、ウィンテル XE っていう、あのアイリス XE っていう、ね、プロセッサーの中に、ここら辺の計算を得意とした機能も載っけてますっていう、その整数演算だけを得意とするっていうものを載っけてるっていう。だから AI 的にね、インテルがこう使えるようにしてますよって話をね、した覚えが私はあるんですけども、まあ、そんなところもあって、実際こう、プロセッサーの方もですね、いやいや整数演算の単純な計算だけ並列して同時にたくさんできればいいよっていうところになっています。で、あの、まあ、これちょっと機械学習の話をしちゃうと、じゃあ例えば推論データだとか学習だとかね、あのいろいろと難しい話も出てくるんで、それちょっとまた別の機会に、私が追いついていればですね、話をしたいと思ってるんですけども、さて、じゃあこれ、じゃあ Windows Studio FX というところでどうやってるかというと、背景ぼかしをするといったときに、人の形ね、この人、まあ、どこからどこまでが顔の形でしょう、髪の毛はどんな髪型してますか、というのね、あの入ってきた画像を見て、ほとんど瞬時にですね、判断しなきゃいけないですね。で、例えば自動フレームについてもそうです。人がこう動いてます。動いてる人は人で、その後ろの脳は背景ですかと判断をしなきゃいけない。あと音声についてもそうですよね。喋ってる人ですか、後ろで流れてる生活音ですか、犬の声ですか、子供の声ですかとかね、あのそんなところを、入ってきた音声の情報を、じゃあ喋ってる人だけの情報を抜き出すっていうところで判断をしなきゃいけない。そこら辺は、これは人の形です、これは人の声ですっていう学習されたデータに基づいて結果を出してるんですね。これを高速にやんなきゃいけないんですよ。ぶっちゃけね、あの GPU でもできるんですけども、まあ、そこら辺をあの Windows Studio FX でもやってるんですね。じゃあこれをやるにはどうしたらいいでしょう。いやいや GPU があるじゃないですか、 GeForce のなんたらっていいやつがあるじゃないですかっていうところで、まあ、実際に、ね、今まではそれができてました。でこれからもできるんですけども、あのここでね、ちょっとなんで NPU っていうのが出てくるかっていうところで、あのポイントはですね、あの CPU と GPU と NPU っていうこの3つのプロセッサー、これが出てくるんですね。でそれぞれこれ何をやってるかっていうと、あの CPU っていうのは基本的にはそのシーケンシャルな処理っていう言い方で、あのなんかのこの数字とこの数字と計算してください、 OK 計算するぜ、結果はこれだぜって言ってるのを返すのが CPU の仕事なんですよ。で計算して計算する答えだって、この仕事を一つ一つ順番にやってるんですね。だからあの中身高度な計算はするんですけど、あの同時にね、一つのことしかやってないんですよ。でもちろんね、いやいやいや、マルチスレッド、マルチコアがあるですよっていう話ありますけど、確かにそうです。マルチコアとかマルチスレッドっていうのは、こういったものを、あの、同時にやるようにしてるんですね。で、もちろんね、あの、このプロセッサーのね、処理方式として、先に処理させてっていう、あの先行して処理させてっていうか、あたかもこう並列にできるようにね、やる仕組みはもちろんいろいろされてるんですけども、かなり大雑把な話をすると、一つ一つの処理を順番にやってるっていうことなんですよ。で、せいぜい、例えばじゃあ、スレッド数で分けますよって言っても、例えば最新の第13世代コアプロセッサーの Core i9 の13900っていうのでも、スレッド数でいくと32スレッドなんですね。32個しかプロセッサーないんですよ。だから、さっき言ったね、26万件のデータを同時に処理しろってやったら、いや、ちょっと待ってっていう話なんですね。いや、俺高性能だけど、さすがにたくさんはできないよっていう話なんです。で、もう一個ですね、GPU っていう。この GPU はですね、基本的に入力された映像情報に基づいて、まあ、映像したいっていうこの情報に基づいて、あの実際その画面に出すための映像を作り出すプロセッサーなんですけども、同時に処理しなきゃいけないんですね。例えば、
この計算してっつったら、その何とかシェーダーとかありますかっていろいろやって、本当に瞬時に計算して画面に出す。その画面に出すだって、ね、この 4K、 私も 4K モニターつないでますけど、それに動画で出すなんつったらものすごい情報を吐き出さなきゃいけないというところで、これはですね、たくさんのプロセス処理を同時にしかも高精度な計算をして出力するということをやっています。でこれもすっげえ乱暴な言い方すると、NVIDIA の、ね、GeForce RTX 4090でいくと、この処理できる、まあ、プロセッサーというか単位がですね、16384個あるんですよ。シェーダーの話はそこまで詳しい話をするつもりないし、かなりこれを言ってること大雑把ですけど、つまりそれだけ同時に処理できる機能が入ってるんですね。さっき言った CPU と32個とこの16000個は並べて話すことはあまりできないんですけど、数的にそれだけの違いがあるっていうことだけ認識してもらえればいいです。でしかも CPU ほど高速な処理、高度な処理してないんですね、ただそういったところもあるんで、たくさんの情報を並行してやるっていう意味では、そのニューラルネットワークとかニューラルコンピューティングとか AI 的な処理に向いています。というところで実際これが使われてるっていう、だから AI の処理にもう NVIDIA が頑張って、ね、GeForce 使ってくださいっていうのは、こういった背景があってできるようになってるんですね。ただ一方これ演算内容としては、これ GPU 自体はですね、不動小数点演算がバリバリにできるんですね。ね、グラフィックのすげえ処理やってるわけなんで。ただそれだけすごい処理をじゃんじゃんやってるんで、消費電力も食うというところもあって、まあやってできねえことないんだけど、ニューラルコンピューティングにおいて、つまり AI の処理において、いやそこまでいらないっすっていうことになるんですね。そんな電気食うのをね、でいうのと高精度な計算は必要ないですっていうことになるんですね。でそこで出てくるのが NPU なんですね。これも NPU も複数の処理を同時に行うっていうことをします。だそういった意味ではね、 GPU と同じような考え方なんですけども、これ特にその AI の処理、ニューラルエンジン、ニューラルネットワークとかにも特化した処理をして、例えばその高精度な、例えば GPU がやってるのは32ビットの不動小数点演算っていうのをやらなくて、16ビットとか8ビットの整数演算、つまり足し算掛け算しかやりませんと、しかも整数のね、ということしかありませんというところをに特化してるんですね。ですからそのたくさんの処理するっていう単位数はたくさんあって、計算自体は単純なものですと。でその分消費燃料がそんな食わないようにしますよと、というところでに特化したのが NPU というものが出てきます。でまあ CPU と NPU でね、CPU と GPU でこれできてたんですけども、CPU と GPU って仕事たくさんあるじゃないですかね。CPU もいろいろこう処理ね、本当に OS の動きもしなきゃいけないし、ワードも Excel も動かさなきゃいけないし、 GPU はね、フライトシミュレーターで飛ばされてゲームやったりとか、画面描画とかもあるし、動画の再生もありますし、それこそ動画のエンコードとかもあるしって、いろんなことやってて、いやいやそんなずっと NPU のニューラルエンジンのね仕事に労力そんな避けませんよってことになります。でまあそういったところで NPU というのが登場してきて、これをすることによって、その AI 的な処理っていうのをどんどん補完して、高速にそのコンピューターとして処理できる、高速に低消費電力、まあ GPU よりは低消費電力でできるようにしたっていうのがね、 NPU が出てきた背景かなと思っています。で実際こういった処理ってスマートフォンはねもうやってるんですよ。だから本当スナップドラゴンは結構前からやってたりとか、あとはまあ皆さんお使いの iPhone もね、A シリーズ、Apple の A シリーズにしても M シリーズにしても、まあ、M シリーズもね、ニューラルエンジンとか搭載してますし、 A シリーズ自体ももうニューラルエンジン搭載していて、撮った写真をいい感じに写し撮ってくれたりとか、あと私の iPhone X では対応してませんけど、例えば iOS16 で撮った写真の、物体だけを切り抜きにしてくれるとかね、ああいったのもあれこうニューラルエンジンとかそういった AI 的な処理が入ってるからできると。だからそういった機能が載せたプロセッサーじゃないとできないってことで、ある iPhone XS 以降じゃないとできないとかね、そういった背景があるんですね。まあそういったところで NPU っていうのがこれから
てかもうすでに出始めてて、これが AI に使えるというところが出てきています。だから今まで私もよく番組でね、 AI 的な処理が得意なっていうのは、まあ、こういった波形があって、まあ、そこで形となって出てきたのが NPU かなと思っています。といってもね、これ機械学習の話しちゃうと、実際2つのフェーズがあるんですよ、機械学習って。学習をするっていうことと、あと推論をするっていう2つのフェーズがあって、学習すること自体はですね、例えばこれは犬です猫ですって言って教え込ませて、じゃあ推論っていうフェーズで、はいこの画像はどうでしょう、はい犬です、 85% の確率で犬ですっていう形でね、結果を出します。でこの学習って言ってるのも、自然に学習させるっていうものもあれば、データをどんどん与えて教え込ませるっていうね、学習っていうのもあるんですね。まあ、教師付き学習とか教師なし学習とか、あと強制的学習とかあるんですけど、そこら辺の機能っていうのは割とこういった NPU だとか、あとモバイルに乗っけてるその AI 的な機能にはですね、意外とそっちにあまり力割いてなくてですね、あらかじめデータは用意されてて、学習データは用意されてて、そこからどう判断するかという推論のところに趣を置いてるということの方が多いです。ですから今回のこのスナップドラゴンとかね、 Windows Studio FX についても、おそらくですけど推論する方に力を入れてると思います。でそこのデータっていうのはもう Microsoft とか Qualcomm とかがこう作り込んでいくっていうね、形かなと思っています。まあAI まともにやるとね、計算機リソース欲しい、すごくいるんで、例えばクラウドね、Azure のマシンラーニングとかっていうのを使うとかっていう形になっていくんですけども、デバイスレベルで低消費電力でやるっていうと、やっぱりその推論の方に近寄れていくって形になるのかなと思ってます。で実際ですね、ではQualcommってどういう動きをしてたか、つまりマイクロソフト SQ3 シリーズのベースになっているスナップドラゴン 8CX シリーズですね、こちらではどうやって対応しているかというと、もう NPU というのが搭載しています。で実はですね、もうQualcomm 自体は SQ3 のじゃない、マイクロソフト SQ1 のところでですね、もう搭載してるんですよ。これニューラルプロセスシミュレーターも搭載してまして、Qualcomm がマイクロソフト SQ1 の解説をしているところで、こう視線の補正をしている、つまりアイコンタクトの機能を載せてますよっていうのをね、もうすでに発表してるんですね。まあ、これが結局その発展させて Windows で標準で載せるようになったっていうことになるんですけども、実際実装されていました。で SQ3 のところでも、もうマイクロスナップドラゴンの8スナップドラゴン 8CX Gen3 をベースにしていると言われているマイクロソフト SQ3 ですね、これはもう当然載せてて今もできるようになっているということになっています。であとね、私よく言い方でマイクロソフト SQ3 はスナップドラゴン 8CX Gen3 をベースにしていると言われていますっていう言い方を今までしてたんですけども、それ確証がなかったっていうか、そういうふうに言われていますよっていう情報しかなかったんですけども、マイクロソフトのですね、この春先のイベント の動画の中で、Qualcomm の 8CX スナップドラゴン 8CX SQ3 をベースにしてますとはっきり言ってます、このマイクロソフトの方が。まあ、それ見たんで、これから私も 8CX Gen3 と相当ですと、それをベースにしてますっていうことをね、はっきり言うようにします。もうはっきりマイクロソフトの人がそうじゃないかっていうんじゃなくて、そうですと言い切ってます。イグナイトだったかな、発表があったのね。まあ今そういった状態でスナップドラゴンも対応してます、つまりマイクロソフト SQ3 その ARM 版プロセッサーも対応してますっていうところで、じゃあ Windows はどういった今後展開になっていくかっていうところで、これね、去年のもうイグナイトの情報なんですけども、これマイクロソフトのグループマネージャーのね、フレッドさんっていう方が、まあいろいろこうインタビュー形式で、お話をしてて、やっぱりみんな見て、そのサーフェスプロ9フィーズ 5G でこの Windows Studio FX がすごく効果的に動いてるって話をした時に、いやこれだけなのかっていうところで、やっぱりみんな疑問があったんでしょうね。そこで話したのが、その Windows Studio FX は特定のハードウェア、スナップドラゴン 8CX Gen3 で動いています。で、その他の OEM だとかハードウェアベンダーとも連携していきますと。で、その後こうデバイスだとか、その Windows のエコシステムっていうね、まあ、ハードウェア含めた Windows のこの環境の中で、その Windows Studio FX っていうのも今後どんどん公開していきますよって言ってるんですね。で、ここで出てくるのが、スナップドラゴンだけじゃないですと。
将来有望の NPU についても Windows Special Effects を採用する計画がありますと。つまりその業界全体の将来の技術っていうのを考慮して、すべての Windows マシンで NPU を活用して Windows Special Effects を展開するっていう、まあこういったところをね展開していきますっていう考えですと言っています。で、実際今ですね、この NPU はスナップドラゴン用に作っちゃったんですよ。その Windows Special Effects を。で、まあ実際このその Windows の場合は、その Qualcomm はスナップドラゴンのニューラルエンジンの API を使っていますと。で、これでもう直接の NPU を直接操作してできるようになっていると。ただ、その、とは言っても、今後は特定のハードウェアアーキテクチャを抽象化して、開発者向けのより包括的なソリューションに取り組んでますというところでですね。つまり他の NPU でも今の技術が使えるようにしていきます。つまりスナップドラゴン、つまりクアルコムだけにしませんよと言ってるんですね。で、これについては来年のビルドまでに情報を提供してますっていうのをイグナイトで言ってるんですね。まあ、実際クアルコム自体もですね、SQ3 とか、そのスナップドラゴン 8CX 用にも、SDK は出してるんですね。ソフトウェアデベロップメントキットね。で、出してても使うことができるようになってるんですね。ただ、これをこう、ラップしてカバーしていって、マイクロソフトはみんなに使えるようにしますよと言っています。ですから、やっぱり今年の私の注目ポイントっていうのは、今年のビルドで、ここら辺の、どのプロセッサーメーカー、ハードウェアメーカーの NPU でも、まあ、有望なやつですね。めぼしいやつでも、この Windows Studio FX が、Windows 11で使えるようになりますよっていうのをね、発表すると思います。思います。これ、そう、想像ですし、まあ、なんか言ってますね。このマイクロソフトが言ってるんで。まあ、こういったことがね、ちょっと私的には今年の目玉の一つかなと思っています。さて、じゃあ、そういったところで、いやいや、伊藤さん、そんなこと言ったって、Surface Pro X とかね、Surface Pro 9 5G ね、まあ、持ってる人少ないですよと。私の周りでもね、持ってる人、Surface Pro 9 with 5G 持ってる人いないんですけど。じゃあ、インテル、我々使ってる、ほとんどの人が使ってるインテルとか、AMD ね、Ryzen とかはどうなっていくんでしょうかというところで、インテルも AMD もですね、この NPU は CPU に標準、その CPU のパッケージの中にもう SOC として標準搭載する動きになっています。まず、インテルはですね、XPU っていう言い方をして、CPU、NPU、GPU とか何とか PU を統合していくという発表をね、もうしてるんですね。で、実際NPU の機能自体は、これ、第10世代コープロセッサー、アイスレイクで、インテル GNA っていうね、グラシアンドニューラルアクセラレーターっていう、その AI アクセラレーターって言葉で使えるようになってるんですよ。で、これね、私もね、これ、なんかの展示会、あれ、ETIoT だったかな。で、インテルのブースで、見たんですけど、OpenVINO っていうね、ライブラリーを使って SDK として提供しててですね、インテルのプロセッサー使って AI できますよっていうのをね、もう出してるんですね。確か Linux でこう推論エンジンこんなんできますよってなんか、デモで私ちょっといじらせてもらったことあるんですけど、まあそういったところがあって、やってたんですけど、実際これ自身はまだ、Windows Studio FX には適用されてないんですね。で、そこで出てくるのが、NPU、インテルどうも、ビジュアルプロセッシングユニットかな、VPU という言い方をしていますけども、その、インテグレーテッド AI アクセラレーションっていうよう、ということで、NPU 相当の機能がですね、入るってことをね、言ってるんですね。これはですね、第14世代コープロセッサー、メテオレイク、あと第15世代コープロセッサー、ルナーレイクに、もう搭載していきますと。まあ、SOC 化ということでね、このインテグレーテッド AI アクセラレーションということで、第14世代コープロセッサーにも搭載していきますというところで言ってます。だからちょっと私ちょっとここの機能を期待するんであれば、まあ私もこれ Facebook といろいろ話したら、まあ、じゃあ木澤さん今第13世代だけど、待った方がいいですかねっていう人も言ってて、まあ、私欲しいんだったら今出てるやつ買いやいいと思うんですけどね。まあそういったところでちょっと第14世代っていうのはちょっと注目かなと思ってます。で、おそらくね、流れから言うとほぼほぼ間違いなくね、出てくると思いますけどね。で、そんなとこ言ってるとこにですね、この記事を書いた後に、
これ笠原和樹さんの記事なんですけど、1月3日の記事で、今セス2023っていうのはやってますけど、その先だってインテルが第13世代コアプロセッサーとのモバイル版の発表をしたんですね。でこの中で例えばもうP コアなしの E コアだけのコア i3N 発表になったとか、こういったのが出てるんですけども、その中でこの第14世代を見据えた、機能ということで外付け NPU を搭載可能になっているという発表もするんですね。NPU ってインテルは VPU って言ってますけど、ここら辺をですね、その第13世代コアプロセッサーにくっつける形で NPU サポートしますよと。で、これ記事も書かれてますけども、Windows Studio FX が出てきて、ここら辺が行えるようになってくるんじゃないですかっていう話が出てます。だからですからこの第13世代コープロセッサーに NPU をちょっと外付けする形で出てくるノートパソコンとかも出てくるかもしれませんし、どうだろうね、次の Surface Pro がこういった形になるか、第13世代でいくから第14世代のNPU 内蔵のものを出すかっていうところになってくるかと思いますけどね。そういったところがあってですね、インテルっていうのももうほぼ NPU は標準的に使うという形になってます。つまりもう Windows Studio FX はインテルのマシンでも使えるということになります。でね、じゃあ AMD の Ryzen はどうなってるかというと、CES 2023でも発表がありましたが、その前の記事で今 Zen 4 アーキテクチャですよね。でこれが、ね、Zen 5っていうのが出てくるんですけども、ここの中に AI エンジンっていうのが出てくるんですね。で、これも NPU 相当の機能です。もう NPU って呼んだり、NPU ってね、言い方、いろんな言い方をするんですよね。だから AI エンジンとか AI アクセラレーターっていう言い方もするんですけども、これが、Zen 5で載せますよと。で、これZynix ってね、FPGA を使ってるメーカー、これ私も仕事で使ったことあるんですけどね。を、AMD が買収してて、このザイリンクスが持ってるその AI アクセラレーターの機能を載せますというところで、AMD もね、やる方向になってるんですね。ああ、なるほどと。で、AMD もやるみたいですよってところで一回記事が終わってたら、で、そんなところで CES 2023で AMD が発表したんですね。AMD の Ryzen プロセッサーの発表があって、その中で、Ryzen AI エンジンっていう名前を付けたものが出てきます。で、これがですね、いわゆる AI アクセラレーター、NPU 相当なんですけど、なんとなんと、ここでですね、Windows Studio FX、正式対応しますっていうのが AMD が先に発表しました。Ryzen AI エンジンのユースケースとして、今回 Microsoft が正式に Windows Studio FX でサポートされることが明らかになったというところでですね、やっちゃえ AMD みたいな感じでね。マイクロソフトの方からも正式に発表がありました。つまりもうこれでインテルもほぼ、正式発表があったかもしれない。ちょっと私拾い切れてないかもしれませんけども、インテルも AMD も NPU を使ったその AI 機能っていうのを今後載せていくというのがほぼ間違いないという状況になってきました。といったところで、当初ね、そのクアルコム、マイクロソフト SQ3、その、Surface Pro 9 with 5G だけだったって言ってるものが、もう今どのプロセッサーでも使える、どのプロセッサーっていうか対応しているプロセッサーであれば使えるようになりますよ。つまりインテルアーキテクチャの Windows 11でも使えるようになりますよということになります。そういったところでね、今年のやっぱり注目っていうのは、まず一つはね、ここら辺の NPU と Windows 11との絡みかなと。実際いろいろ動きは面白いですよね。例えば第12世代コープロセッサーが出た時も P コア、E コアが Windows 11と密接に動いて、効率よく動かすことができるとか、そういうこともね、できるようになったとかっていうところで、ハードウェアと Windows っていうのが、結構いろいろこう絡み合ってるってところをお話しするのもなかなか楽しいかなと思っています。あとは、セキュリティ絡みの話もあってですね、実際そのクアルコム自体もその Windows で使うためのセキュリティ強化、マイクロソフトプルトンっていうね、セキュリティ関係の技術ですね、あれも取り込んでて、クアルコムもインテルも AMD もあれを載せてるっていう方向で、
あのシンクパッドの Z13、Z16 にもライゼンモデルについても載ってるってことでね、つまりセキュリティも強化しつつ、そこの起動のところのブートストラップのところもあの効率よく立ち上がる、早く立ち上がりにしますっていうところでねやってますんで、アップルみたいな感じで、アップルは一社でやってますけど、マイクロソフトはこの Windows エコシステムって言っていいかと思うんですけども、そういった各ハードウェアメーカーと共同して、あのソフトとハードと一緒にこう機能を上げていくっていう形をとってます。まあ、動きとしてね、やっぱり今年のマイクロソフトも楽しみかなって、まあ、これからのね、マイクロソフトも Windows も楽しみかなと、そういうふうに思っております。まあ、そういうことで、ちょっと今回ちょっと説明がまた回りくどいっていうのが怒られそうなんですけども、NPU という、まあ、ハードウェアプロセッサーに対して各社がどんなふうに動いてて、 Windows もどんな動きになっていく、それによって今後そのハードウェアと、あと Windows 11とね、こう絡み合っていってどんどん発展していくんじゃないかなっていうちょっと期待もありまして、こういったお話をさせていただきました。まあ、ということで、まあ、2023年、マイクロソフトはクラウドだけじゃないぞって、なんかあんまり言うと木田さんなんかクラウドに恨みでもあるんですかって言われそうなんですけどまあ、ね、今マイクロソフトってみんなね、Azure ばっかりなんで、まあ別に実は私もそれね、勉強しなきゃいけないんですけど、てかしてて、今ちょっと大変なんですけど、それそれでね、非常に重要な要素でもあるんですけども、やっぱりまだまだこうやってハードウェア、Windows だとかデバイスっていう話もね、これあってのやっぱり使う人、入り口ですんでね、まあ、こんなの話もね、していこうかなと思っております。はい、そういうことで、まあ今年もそんな話をしていきたいと思ってます。で、まあ、で今年、まあ、番組的にはね、どうしていこうかなと。思ってるんですけども、うん、やっぱりちょっと Windows だとか、まあ、Surface とかのデバイス中心にですね、あとちょっとデジタルガジェットより、もちろんカメラ買いましたけど、そういう話じゃなくて、マイクロソフトのテクノロジーととか、その Windows だとかパソコンを使うね、ほとんど多分 Apple、Linux 以外のところでの、どんなふうに使えますかっていうハードウェア、ソフトウェアを含めた話をしていければいいかなと思っております。まあ、していけばいいかなっていうか、まあ、そういったところを中心にね、こうお話をしていきたいなっていうのはね、ちょっと私の今年の番組とかっていうか、あとまあ個人的な活動の方針もね、そういった方針にしていこうかなというふうに思っています。マイクロソフトの OS とハードウェアっていうところでね、お話をしていければいいかなと思っております。はい、第662回は Windows 11と NPU で広がる Windows の AI ということでお話をさせていただきました。こういう話するけどね、やっぱり新しいハードウェアも欲しくなってくるなっていうところもあって、まあ、どうしようかな、ちょっと第13世代コープロセッサーか、第14世代待ってマシン組むかとかね、そんなこともちょっと考えています。まあ、モバイルはね、欲しいんだけど、まあ、もう何度も話してますけどね、ノートパソコン自体使う機会がなくなってしまったっていうのがあるんで、まあ、ちょっとデスクトップ周り増強したいなっていうのもありますしね。あと今みたいな話していくと、やっぱり MacOS ってやっぱりどうなってんだろうとかは知っておく必要あるっていうのがありまして、まあ、それが目的として MacBook Pro を7年前に買ったんですけど、もう7年前ですよ。うん、でね、もうインテルプロセッサーの第6世代のインテルプロセッサー乗っけてるやつなんで、ノートパソコンとしては十分まだ使えますし、すごくいいんですけども、やっぱり M1 を載せたものをちゃんと体感しておかないといかないのかなっていうところで、Mac mini買うか、でもあれ買うんだったら MacBook Air の M1 でいいかなというのでね、やっぱりちょっと買っとくか、でもそれ買うんだったら Surface 買った方がいいよなっていうのもあったりとかしてね、まあ、ちょっと買い物もね、悩んでるところで、まあ、次回以降の買い物の話もするかもしれませんけどね、そんなことも考えております。あとすいません、年1回か半年ぐらい、1回ぐらいちょっと紹介だけさせてもらいたいと思うんですけども、いつもね、番組の冒頭でお話をしてますが、この番組、皆様からのご寄与をいただいて配信をしています。クラウドファンディング、キャンプファイのコミュニティって機能を使ってですね、月額でちょっと寄付をいただいて、配信をさせていただいてます。まあ、実際その、寄付いただいたお金どこに使ってるかっていうと、この配信機材とかですね、あと
ポッドキャストの方は、桜インターネットさんの、レンタルサーバー使ってですね、配信してるんですね。ただ、ちょっと音声データ配信してるんで、ミニマムプランじゃなくて、ちょっと上のグレードのプランを使っているところもありまして、まあ、月、年1回ですね、どんと月々いくらだったかな、年1回ですね、サーバー代支払ってるってところで、やってまして、まあ、そこらの活動資金、というところか、あとこうやってマイクロソフトの情報収集だとかの、まあ、書籍類だとか情報収集に使った費用とかですね、というところで、ご支援いただきたいなということで、クラウドファンディングのキャンファイのコミュニティを使って、寄付をいただいていると、まあいうことになります。で、これクラウドファンディングのね、キャンファイのコミュニティってどういったものかっていうと、まあクリエイティブ的な活動をしている方、まあこれも一応ポッドキャスト、YouTube の配信もクリエイティブ的なところもあると思いますんで、というところでね、活動している人に対して毎月継続的に支援をしてもらうというものです。ですからクラウドファンディングですから、いくら集めます、目標額いくらですっていうんじゃなくて、月いくら支援してくださいというのをね、お願いしているものになっています。で、今のところ9人の方、ご支援いただいてまして、で、これコースが2つあってですね、寄付していただく毎月の金額500円もしくは1000円というところで募集をしております。まあ、実際その番組を継続することがフィードバックという形になるのと、あと月1000円の方は番組の冒頭でね、お名前出させてくださいっていうところで、希望されない方が割といるんで、全員の名前呼んでないんですけども、まあ、そういったところで500円もしくは1000円のご寄付をいただいて活動をしております。で、もちろんですね、これ1ヶ月だけやってすぐ解約するっていうのも OK ですし、継続的にご支援いただいても結構です。だから1回1000円だけ寄付しているかという方は、1ヶ月だけ契約してすぐ解除するってこともできますので、ちょっとね、ご協力いただければなと思っております。これのね、キャンファイアの、ページ、あと実際その私がどういった思いで、ポッドキャストとか、まあ、YouTube の配信とかっていう、まあ、マイクロソフトの技術を広めてるかっていうところもね、お話をしてますんで、あとね、どういったことに使うとかね、まあ、レンタルサーバーの費用だとか、配信の機材だとか、というところでね、説明を書いてますんで、まあ、こちらも見ていただいて、もしご支援いただけるようでしたら、ご支援いただければなと、1ヶ月だけでも結構ですので、したいと思ってます。やっぱりちょっとそれだけじゃと思うんで、ちょっと 今年もですね、ここら辺ちょっとご支援いただいた方にだけ何かこうメリットになるっていうものがよりあればいいかなっていうところで、ちょっといろいろ考えてはいますので、まあ、ぜひね、ご寄付いただければなと思っております。はい、ということで、今年2023年もね、引き続きマイクロソフトの製品とか技術とか、楽しく分かりやすくっていうのを目標にですね、お話をしていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、そういうことで、このチャンネルではマイクロソフトの製品とか技術とか、あとデジタルガジェットについてもお話をしていきます。よかったらまた見てみてください。今回もどうもありがとうございました。ではまた。